すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活出張編ということで相変わらずやってるんですけれども、この間大つけ麺博でもすすったこちらです。ドン。東京メトロ日比谷線八丁堀駅から徒歩5分ぐらいのところにあります麺屋七彩八丁堀店さんにお邪魔してます。七彩さんといえばその場で手打ちをするっていうね、すごい新鮮な麺を味わえるお店ということで、つけ麺博でも存分に美味しい麺を味わえたので、お店の方はどうなんだってことで早速行っちゃいましょうか。レッツゴー。さあ、麺屋七彩八丁堀店さん、行ったらわかるけど初見性です。本日は喜多方肉そばをプッシュ、麺量は大盛りでお願いしました。そしてすするが表情筋をほぐしている間に厨房ではラーメンの顔形成中。来ました、こちらが麺屋七彩八丁堀店さんの喜多方肉そば大盛りです。いやー、濃い煮干し色のスープの上にチャーシューの花を咲かせ、シンプルながらそそられるビジュアル。そしてその下にあるはずの麺は一体何麺なんでしょうか、なんてご対面に期待しながらいただきます。それでは醤油スープの表面を煮干し粉が覆って、すでに煮干しと醤油両方の香り漂うスープから一口。おほいほい、煮干しや節系の香りがふわっと蝶のように舞い、キリッと醤油の風味が蜂のように刺す濃厚ながら優しさのあるスープで、こりゃもう止まりません。では続いてレア気味のチャーシューをいただいてみると、ハムのようなジューシーな甘みのあるチャーシューで、噛むたびに旨味と塩味がこぼれちゃいますよ。これ痩せんのかな。お疲れ様でした。続けてもう一種類の先ほどと比べると脂が乗っていて肉肉しいチャーシューをガンガン食らって、スープも飲みつつ濃いめの味付けの麺も食らって、ペッパー感もある麺も食らって、スープ飲みつつ麺とご対面。さあ、打ち立てほやほやの喜多方ラーメンらしい太めの平打ちピロピロ麺をすする。一富士二鷹。柔らかめに茹でられたプリップリ食感の麺は1本の麺でも厚みに差があり、微妙な食感、喉押しの違いなどが気持ちよく、 250g と麺量多めながらずっとすすれちゃいそう。そこにそれだけでも美味しいメンマやチャーシューを添えていただいても、さらにネギと一緒にいただいても、この新鮮な麺はジャストマッチしてくれることをお約束します。しかしこれだけすすっても新鮮な麺の旨みが伝わらないといけないので、これだけは言わせてください。うまい。続きます、煮干し粉でザラッとしたスープと鮮度抜群のツルツル平打ち麺の組み合わせの一杯に、心身ともに満たされたところで完食です。本日も大変美味しくすれました。他では味わえない新鮮な麺の旨みを堪能できる濃厚で優しい一杯でした。それではゴーストレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、七彩さんに行ってきたんですけれども、いやー、うまかったですね。これ多分朝昼晩いつ食べても美味しいって感じるんじゃないですかね。そして店内で手打ちしているという麺、本当に店内でもその場で製麺してましたね。あれ感動しますよ。お店を出た後今はもうすごく爽やかな気分で、いやー美味しかったなって感じです。いや、ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺屋七彩八丁堀店さん、本当に本当に打ち立てや。はい、